ああ、総研連、総研連、総研部、総研部。今日も総研部で乱舞だ。総研部だけに乱舞。いや、繋がってないな、これや。どうも、誰も知らない、カーリウドです。おー、カーリウドくん。今だ乱舞やってんのか。え？いや、総研つったらやっぱ乱舞じゃないっすか。乱舞って言ったら総研みたいな、野球で言ったらキャッチボールみたいなところあるじゃないですか。乱舞はな、隙がでかいしな、鬼人強化ゲージの溜まりも遅いんで君損してるぞ。マジっすか。じゃあ何したらいいんすか。こちら。あ、これか。これがさっき先生が言ってた、これが言ってた地味連か。めっちゃ地味だな。めっちゃ地味。ずっと攻撃三角ボタン連打しなきゃいけない。ずっとボタンちょっとずつ移動しちゃう。これ狙うの難しい。これかちょっと待って。よいしょ、地味連だ。これが地味連だ。なんて地味なんだ。この状態で柱を狙うってのは難しいな。これがなんだ、移動切り、左右移動切り、割と知らない人が多い双剣の基本か。くー難しい。くースタミナが切れても使い続けなきゃいけないなんてやばい。でもこれ切れたらそのまんま攻撃が止まってしまうんではないか。そして回避ができないのではないか。そんな人にこれ、鬼人強化ゲージモードで移動することができる。これもね、割と知られていない、そして私も忘れていてよくぶっ殺されてしまうという現象です。さあ今回はこちらの話。これ無限切りですね。定点無限切り。ただ DPS が高いわけではないのですが、まあ軽く移動ができるのでちょっと使いやすいと。いろいろな場面で使いやすい。ランプをこうやってね、こうやってぶっ放した後、まあ動かない柱だったらともかくとして、これもっとこれこうやって出ちゃったらもう止まんないからね。もう止まんないからね、これね。はい、というわけで、まあでもそれはさておき。さあ、総研部終わったら必ずもうあの刃を解かなきゃいけないから、先輩にぶん殴られるからな。さておき、今回はそれを使った、それを織り交ぜた奥義の話。奥義で、まず双剣の基本、左上に鬼人強化ゲージなるものがあります。あれがあるとスタミナを使わないでもね、この短い鬼人強化乱舞やダッシュ移動攻撃が可能になるので結構重要なファクターであったりします。で、私もね、やっぱ双剣つったら乱舞だろうと思って双剣では常に乱舞をぶちかましていましたが、まあ結構外れる。当たり前ですよね。 3.5秒その前にとどまり続けるので、敵の弱点がそこにあるなんてことは本当麻痺ってる時ぐらいしかございませんからね。というわけで、今回はババン、こちら渾身双剣3ですね。渾身ね、渾身双剣となっております。おー、スタミナ使うから双剣は渾身なんか、め地雷じゃねえかこのボケーってなるかもしれませんが、そうではない。私も最初そう思ってた。渾身使えないやん。で、双剣だけずるいやん。太刀ばっかずるいやんって思ってました。が、しかし、左上にある鬼人強化ゲージを貯めることによって、スタミナを使わずに攻撃ができる、乱舞ができる、ということを利用して、こちら完成しました。そうか、乱舞はゲージ溜まんないし、外れることも多いから、そんなにぶっ破しまくることなく、これで貯めればいいんだな。そっか、これだったら弾早いしな。よっしゃー、三角ボタン連打してればオッケーだ。ほーら、あっという間に溜まっていく。バケモン、え、なんすか先生。お前はまた損してるぞ。お前さっき地味連やってたろ。あれ何のために地味連やってたのか。もちろんあれはいろんな汎用的な行動が取れるという点では優れている。だが、しかしあれを乱打したところで DPS はそこまで高くない。あれはあれで、さて置くとして、あいつをせっかくなんだ、あの左右移動切りを利用してゲージを貯めなければもったいないだろう。さあ、まず鬼人化するんだ。わかりました。バーン、そのまま三角ボタン連打してみろ。この最後、お前が中二病みたいに浸ってるこのバッテン切り、ここでもし奴が横に移動してお前横から殴られたら、お前脇腹2本は行ってしまうぞ。脇腹2本行きたくないっす。そうだろう。そんな時はこれ、左右移動切りを1回入れてみろ。わかりました。
1回のフィニッシュで全部溜まった。そうだ、1回のフィニッシュでゲージが全部溜まるんだ。そうしたらこのランブーが打ち終わった後にすぐに鬼人を解けば移動斬りで逃げることができるだろう。確かに。そしてそのままお前さんは渾身創剣を利用したままこの通り 30% のランブーもすぐに撃つことができる。しかも移動斬りは属性回収を乗せていればダメージの減衰もそこまで高くはない。これを利用しないとお前さん損してるぞ。わかりました、先生。双剣が使いたいか。先生、双剣が使いたい。さあ、双剣部実践編ですよ。敵は誰だっけ。そう、アンジャナフックン。アンジャナフックンとの戦いを今こそ、この双剣なんだっけ、あのあれ、無限斬りとか強化鬼人乱舞で見せる時です。さあ、まずは罠を置きましょう。さあ行くぜ。ここで移動斬り出た。移動斬りだ。ここで一気に溜まる。そしてここから渾身乱舞が始まります。渾身乱舞だ。だ残念、こう耳栓をつけてきてない。これは耳栓を生かしきれないところだ。だがこのギリギリのところで、このギリギリのところで全然耳栓が生かされていないが、そしてこのままやはり移動斬りに入りながら、このままゲージをため、ああ足りない、ちょっとヒット数が足りなかったが、しかしこのまま渾身乱舞に入ります。渾身乱舞、乱舞いい流れだ。渾身乱舞いい流れです。不動と相性がいいですね。すぐに移動できるんでね、この通りすぐに移動ができます。そしてゲージに気を使って切れたらすぐにこの通り乱舞を移動、乱舞をよし、移動しながら乱舞を入れることができました。そして何か切れたか、何か切れたか。そこでここでちょっと待ってくれ。熱い装衣を着て行きます。待ってください。そしてゲージが溜まる前にゲージを溜め切り、そしてここでまた乱舞。双剣部タコスケ選手、これはいい渾身乱舞ですね。早い、移動が非常に楽だ。だゲージに気をつけて、ゲージに気をつけていきましょう。この通り、うわー決まってない。最後の一撃決まった。ここで移動斬りを入れたかったが移動斬りならず、ここは先に押しておかなければいけません。そして眠ってしまった。だが関係ない、眠ってしまったとで関係ない。カーリード選手、自分の体力が見えてませんね。このままでは死んでしまうんではないでしょうか。さあ、ここで移動斬りからの乱舞だが、しかし耳栓が発動しないという、そして不動の装備は実は装備していなかった。実はやばい、実は不動の装備を装備しなかった。これはペナルティーですね。さあ、そこでまたゲージを貯めに行く。ゲージを貯めていけられるか。移動斬りはしなかったが、足りてない、ギリギリ足りてない。これは地雷だ。そして溜まったところで、ここで双剣乱舞渾身乱舞が発動する。あ、敵が起き上がっても向きを簡単に変えられる。ここが渾身乱舞の強みですね。さあ、さてゲージが切れたぞ。移動乱舞はよし、溜まった。ここで切って攻撃を開始。ここで移動しながら攻撃を開始。あ、ここで乱れ、ミスが最小で抑えられる。ゲージをよく見て、そうです。ここが大事。こここそが決定点攻撃を行う上で大事だ。さあ、熱くなってまいりました。そしてゲージが消えてきましたが、こちら水双剣解放さんに渾身さを乗せるというとってもお得なわがまま乱舞装備となっておりますので、緑ゲージでも関係ありません。さあ、今こそゲージ、おっと、あった、上位アンジャラフが、先生、俺燃えてるよ今、双剣に燃えてる。そんなわけで渾身双剣
やることが増えてめんどくさいと思う反面、乱舞ばっかで飽きてきた双剣使いの皆様方、もしくはこれから双剣に入ろうかなと思ってるけど、双剣ってどんなことができるのって思ってる皆さん、ぜひとも参考にしてみてはいかがでしょうか。それでは、誰も知らない狩人でした。